お酒であってもソフトドリンクであっても原料はまずほとんど植物なので、植物の関係の研究技術者っていうのは、いたんですね。でその力を集めることでサントリーとして新しいビジネスが起こせないかっていうのが、ちょうど私がサントリーに入った85年頃から、そういうプロジェクトも始まりまして、それで出た結論が全く別なジャンルのビジネスだけれど、花っていうのがサントリーのコーポレートカラーにも合ってんじゃないかということで始めました。花っていうものがお酒などと同じでですね、サントリーが目指している人々の生活に潤いを与えるとか、人生を豊かにするとか、それこそがサントリーが目指しているものだろうというところが結局鍵になったと思いますね。それからまあほとんどの社歴を花の事業の関係に携わってきてます。種にの品種にしたら普通だということは分かったんですけど、種にするにはまた10年以上がいるということで、そんなもの待ってらんないと。育てられた方は満足感が高かったので、翌年もリピートで買っていただくということがあって、どんどん売り上げが伸びていったと思います。私たちはまあアマチュアでしたけど、アマチュアが見て誰が見ても素晴らしいんだから、きっとどなたでも素晴らしいということで、まあ自信はあったんですね。新規事業で小さい事業から花のビジネスを始めましたけど、それから市場を広げていったりとか商品を増やしていったりとかする時も、その前例がないものを、ばかりをやっぱりやってきたのがフラワーズの歴史だと思うんで、その時にはやっぱフロンティアを開拓するっていうスピリッツがあったと思いますし、私自身やっぱりそういうところをエキサイトしながらやるということが大事だなと。